唐突。まあそうですね。婚約入ったことある？ありませぬ。ない。ないでしょうな。これ夢じゃない。これ設定上のものだけでしょ、これ。まあね。ファンタジーでしょ、これ。ファンタジーだよね。ファンタジーか AV にしかないよね、そんなの。おお、そうだね。まあ、あれもファンタジーみたいなもんだよね。だから、ファンタジーですよ、やっぱり。やっぱファンタジー。あります？え？翻訳ってあります？ないですね。まあ、だけど、うん、まあ、こういう時便利なのがラジオですよ。お一瞬にして、はい、もうラジオは、温泉の雰囲気どころか、混浴も出せます。本当に？そんなのってみんな。いやー、簡単ですよ。いきますよ。せーの！いやー、なんかね、もうすっかり混浴の温泉の雰囲気なんですけど、雰囲気だけはもう完璧ですよ。ただし残念なことに、はい、女性いないっす。そうっすよね。だけど、あ、でもお風呂にも入って、これから入ってくるのかな。ちょっと曇っててよく見えないんだけど、あれ誰かいる？タムタム。タムちゃん。タムちゃん。おタムタムは女性だったね、そういえば。おお、つけるな。ちょっとなんか、つけちゃダメだよ。煙っていてよく見えないけれども、こういう時、ラジオって便利。ほんとだ。いや、しかしあれだよね。こうやってさ、風呂に入って裸の付き合いってのも悪いもんじゃないね。そうですね。いや、忘れますな。いつもはさ、はい、小野君イライラさせられること多いけれども、そうですね。今だったらなんかいろいろ許しちゃう気がすんな。マジっすか。いいよ、何でも許しちゃうよ。なんかさ、はい、俺に対する不満きっとあるだろうからぶちまけちゃってよ。いやー、とか言って、言ったら言ったで怒るんじゃないですか。怒んないよ、そんなに小さい男に見えるか、俺が。うわー、本当だー。思ったよりも。じゃあ、言っちゃっていいですか。いいよ。亀さん。マグロ受けなかったじゃないですか。どういうことですか。あれどういうことですか。ぶっちゃけ俺のせいじゃねえんだけどな。だって前の日あれだけ、これは絶対鉄板だと。鉄板だと思う。ごめんな。言った。ごめんな。俺は上がった。ああ、分かってくれたらいいです。でも一つ言っていいかな。なんすか。あれは小野くんが悪かったんじゃないかな。うすうす感づいてたんですよね。ガールには刺さらないってだよな。亀さん、なんかないんですか。何が。え、俺に対する不満言ってください。いつも我慢してると思うから。そっか。じゃあさ、言わしてもらうけど。はい。発売日にさ、ラブプラス買った割にはまだ恋人同士になってないってどういうことだよ。あんだけガールズトークさせようねって約束したじゃないか。俺はもうネネさんと付き合ってるぜ。そうだ、102日もやってたな。びっくりだ、俺がまだ3日目ぐらいをさまよっている間に。カメラさん、でも俺にはガールが待ってるんですよ。全国のガールたちが。リハとか大変だったんです。時間がなかったんです。そっか変だったんす。じゃあしょうがないか。じゃあそれが終わった暁には頑張ってネネさん以外の人といい感じになって。ネネさんはダメですか。ネネさんはダメだ。でも俺はネネさんがどうしてもって言うんだったらしょうがないか。あやった、さすが。うわー、おっきい。おろくろ、そろそろ伸ばしそうだから上がろうか。うわー。
松山先生いかがですか？もし松山先生の家の床を掘って温泉が出たら僕たち遊びに行きます。そうします。このシルフ談話室では毎週シルフの作家さんから僕たち宛に普通のストーリー略して普通ストが届くことになっているぞ。ぜひラジオの前のあなたもシルフを手にラジオを聞いて一緒にストーリーを共有していきましょうね。